あの頃が日本の映画の、経営的には一番どん底の時代で、テレビに押されて映画会社が次々と倒産したりなんかしていった時代ですね。そしてあの頃になるとね、映画会社が全部助手の採用をやめたんですよ。まあ最後まで残ってたのが肉活でしたけどね、しかしまあ若者は、映画を作りたいと思ってる若者はどこにも行き場がなくなったんですね。映画会社が助手の採用をやめるってことは大変なことだと、なぜならば日本の映画はあの全部あの撮影所が採用した助手たちが撮影所でまあ最低3年、長くて10年なんその助手をいろんな助手をやってね、それで一人前になっていったんでね、撮影所が助手の採用をやめるってことはもう映画産業をやめるってことなんです。しかしね、そんなことは許されないとそれで今村さんとしては現場の技術は教えられるとということで、自分の仲間たちっていうのは要するに現場の技術者たちですけどね、カメラマンだったり美術者、録音技師、そういった人たちを集めて作ったのがその横浜放送映画専門学院なんですよ。したがってね、教師は全部技術者なんです。だけど考えてみるとね、いや私はその今村さんのやり方にね非常に興味を持った、関心があった、というのはね、私自身定時制工業高校卒業だけですから、それでまあ文筆で、生活してるわけだけれども、考えてみると溝口健二は小学校しか出てない、小津安二郎と黒澤明は中学、木下圭介も中学しか出てない、小学校も出てない稲垣浩司監督は小学校も出てない、最初の1年も行ってない、まあ役者の子で子役だったからね。じゃあこの人たちは教養がないのかっていうと、そんなことはない、非常に教養豊かな人たちですよね。そしてね、考えてみると結局彼らは自分の人生を自分で学んだんですよ。つまり自分のが人生で経験したことをちゃんとなんていうかな、哲学に高めることのできる人たちだった。要するに教材は自分の人生そのものなんですよ。それを考えるとね、学校で技術しか教えなくても、その技術の中に実は哲学があるんじゃないか。私は今村さんを見ててそう思いましたね。例えば今村さんがやったことで一番評判だったのは、新入生にいきなり田植えに農家に分縮させて、そして田植えをやらせたこと、経験をさせたことですよね。今村さんに言わせればね、日本人はほとんど全部農民出身か農民であるか農民の孫かなんかであると。したがってね、農民の生活、あるいは農民のものの考え方を、あるいは仕事の仕方、体の動かし方、そういうものをね知らなければね、日本人は描けないって言ってね。そして今村さん自身は早稲田の卒業した秀才ですけどね、田植えをやらせて何なんだと、まあ文句言う学生もいましたよ。だけれどもね、ちゃんと農民の生活の仕方を観察しろということを非常に今村さん強調してたね。そして、そこからね、いろいろこう学問が始まるんだっていうようなことをね、私はやっぱりこれは溝口健二も小津安二郎もそうだったんだと思いますね。その経験は違うけれども、で私自身の考え方からしてもね、定時制高校だけでいろんな工場労働をやったってことは私にとって良かったんだっていうことを、まあ、しきりと当時は書いてた、教育評論家だった当時はね。そしてね、考えてみるとその横浜放送映画専門学院の卒業生は今日本の映画界の中で非常に重要な地位を占めてる人が多いわけですよ。この人たちは
大学で勉強しなくてね、なぜそうなれたかっていうと、やっぱり彼らはあの映画を作る経験を通じてなった。それはただ事実を覚えただけじゃなくてね、事実には必ず哲学があると。特に映画を作る実はそうだと。何しろ映画の中で人物を動かす、その時その人物の心理はどうだとか、この社会的立場はどうだとか、政治状況はどうだとかってことは必ずそこにあるわけで、仕事として職業としてそのカメラを回したり、録音機をいじったりしてんだけれども、しかし自分はやっぱり人の人生を見てんだと。そして人の人生をその監督との意見を聞いたりなんかしながらね、この人物のどういうところをこう抑えるべきか、どういうところを取るべきか、どういう表情に意味があるかっていうようなことをやっぱり、映画の技術者っていうのは哲学をやっぱりしなければいけないわけだ。要するに、人間学だか社会学だか、まあいろんなものを取り混ぜた、要するに人生に対する勉強する態度ですよね。やっぱりね、優秀な映画人っていうのはみんなそれができてるから優秀な映画人なんであって、カメラを回すことが仕事であっても、録音機を回すことが仕事であってもね、それはやっぱり対象としてストーリーがあり、人物があり、俳優があり、それからまた役者と俳優とのいろんな呼吸があり、溝口健二や小津安二郎はまさに自分の人生そのものをちゃんと考えることのできる人たちだったから、だから彼らは社会派でもあり芸術派でもありいたんですよね。三池崇史はね、俺はその学あの学校、今村さんの学校の卒業生だけれども、実は学校になんかろくに行ってないしサボってばっかりいたんだっていうようなことを言いましてね、こんなことばっかり言われても困るなと私は思ってたんだけどね、今村さんが自分で映画を作る、その仕事に入ると、あいつは寝袋を持って今村さんのロケ地を追っかけ回していたと。あれなんですね、決まった学問の、まあ学校の先生の方でそういうこともまずいんだけれども、学校で決めた通りのスケジュールで勉強すれば、そのままなんか一人前になれると、そう簡単に考えてもらっても困ると。その学生自身がね、俺はこういうことを学びたいんだと、他のこんなことは勉強する気がないんだというような若者がいたとしてもね、そいつが本当にやりたいことをね、学校の中で見つけて、まあ、三池崇史にしてみれば要するに今村さんにくっついて歩きたかったんだけれどもね、今村さんを追っかけて歩いたっていうことは、これは本当に今村さんを尊敬してたんでね、確かなんですよ。そしてまあ監督になったら、まあ相当勝手なことをやって、まあ一人前になった。要するに何か自分で欲しいものがあって、その欲しいものをちゃんと自覚しているやつをやっぱり注目したことは確かですね。そしてまあ三池みたいなタイプばっかりじゃない、全然別なタイプもいろいろいる。そうだな、李三位なんかまさにそうですね。大学をちゃんと出た上でね、しかし映画をやるのにやはり映画学校ぐらい出ておいた方がいいだろうと思って入ってきた。非常にあれですね、1年生の時から3年生に卒業制作を作る時に、俺の脚本で作りたいと思うんです。最初からそう狙いを定めて、そしてその作品を作る時にはカメラマンはあいつ、美術はあいつっていうふうにね、なんか計画を立ててたらしいですね。そしてちゃんとそれを やり遂げたわけだな。やり遂げたっていうよりも、これが私うちの学校のいいところだと思うけども、彼が持ってきた脚本
すでにまあ他の脚本が決まってたらしいんだけれども、彼の脚本を読んでね、朝鮮、高校の話ですよね。朝鮮高校のことは日本人が書いたら作ったらきっとそのなんていうかな反発される。しかし朝鮮高校の卒業生が書いたんだからもう文句は言えない。つまり彼のこの最後の切り札みたいなもんですよね。そういうものをね、俺にしか作れないものがあると、そしてこれが俺の切り札だからこれを出しちゃうとしばらく自分にはアイデアが浮かんでこないかもしれない、そういうふうに悩んだらしいけどね。映画全体が朝鮮高校を描いた、まあ、傑作なんだけれども、カメラなんか実に鮮やかでしたね。そしてその才能を学生時代のからちゃんと見抜いていて、作った。まあそういうふうにまさに自分の人生から学ぶ方法を知ってたやつが彼ですよ、リサイルですよ。まあそういう学生が来やすい学校であったことは確かですね。つまり、学校で勉強すべきはこういうこととこういうこととこういうことだと、それをまんべんなく勉強している人間は一流大学へ行くわけだ。だけれどもまんべんなく勉強する気がないけれども、何かこれだけはやりたいとか、自分自身の人生にものすごくなんていうかな、やりたいことが自分ではまだよく具体的にはよくわからないけども、何かやりたいんだっていう気持ちが強烈にあるやつは、それはあれですよ、うちの学校に来るとね、あ、これだけはちゃんと勉強しなければいけないとか、そういうことがわかるわけだ。そして勉強するものは何にもないけども、今村さんの後を追っかけていきたいなんてやつもいたわけだ。要するに、そういうものを持ってるやつがなんかあれなんだな、自分の人生から学ぶってことだな。そしてその学んだことを相談するのにね、いい先生っていうのは普通の学校の先生がいいとは必ずしも限らない。映画界にはそういう人がいっぱいいるんだ。私はね、一つ野心を持ってましてね、その当時日本映画史を書きたかった。そしてそのためには技術者たちについても書きたかった。ところが私は批評家だけれども技術については何にも知らない。カメラとか録音とかそういうことは何にも知らない。しかしこの学校にはそのベテランが教師で来ているから、その授業を今日と聞きに行けばね、映画の技術についても口の利ける人間になりそう、なれると思ってね、校長を引き受けたんだけどね、私が教室に入っていくと先生方嫌がるんだな。入って行きやすかったのは編集だな。編集の先生っていうのはどういうわけかね、どうだこっちの方が面白いだろうなんて、やっぱりみんなに見せたいんですよ。こういうつなぎ方よりもこっちの俺の考えたこのつなぎ方の方が面白いだろうっていうのは、そしてその話がそのままやっぱり人生論になるし、社会批評になるし、哲学になる。映画の仕事というのは大体そういうもんなんですよ。映画の技術といってもね、技術にやっぱり露骨に哲学がついてくるんでね、したがって技術の話をしててもね、学生が知りたい人生についての研究、人生についての学問、そのものにこう結びつくんでね。私がこの学校に入ってね、まあ初めはまあごく普通に先生のつもりでいたんだけども、先生という立場を超えてね、あっと思ったのは学生の実習の作品ですよね。その実習の作品の中には、大人には分からない若者の悩みっていうのが
強烈に入っている作品が多いわけですよ。大人にわからないっていうのは、まあ要するに大人になったら忘れてしまったってことなんだけれども、そして現に若者であるもの、若者は非常に不安なんだな。自分は果たしてちゃんとした一人前の人間になれるかどうかはまだわからない、そのために不安定で、そして、この点で自分はなんていうか点が自分のマイナス点だというようなことを非常に強烈に考えるわけですよね。だから若者には、大人から見るとなんでそんなことで悩んでんだっていうようなことで悩んでる人間が結構いて、そしてその悩みってものはまあ深く突き詰めていくと社会の根本問題にまで触れるという悩みなんですよね。それがまあ純粋にまあ若い時代に集中しているわけだけども、我々まあそんな悩みはどうせ年を取れば解決するよっていうような気持ちにすでにまあ私なんかなってるんだけども、若者はそれに非常にこだわってる。それがこうまざまざと見えてくる時ってのは、あこいつなんていうかな、今まさにいい勉強してると思いますね。そしてそういう作品がやっぱりドキュメンタリーでいい作品になりますね。まあこの問題はもうもう悩みを脱却して解決して大人になれって、ところがその学生は、うちの学校に来る学生っていうのは大人になりたくない連中が多いんですよ。だからうちの学校に来るんだね。今村さんもそういう人、若者に呼びかけたんだね。そしてもう言われる通りのやり方で勉強していればちゃんと一人前になれるっていう、そういう若者に今村さんはあんまり興味を持たなかった。今俺にしかわからない悩みというものに関心を持ってくれる仲間がなぜか現れて、その連中が助けてくれて、そして作品ができると、そういう、そしてそれが勉強であると。例えばそうだ、リサイルなんかでもそうだけれども、うちの学校の学生たちは非常にやっぱり優秀だなと思ったのはね、感動したのはね、リー・サンエルが書いてきたシナリオでそれを見つけたら他のシナリオに抜けてこれを作ろうって言って、やっぱり呼びかけるやつが出てきて、そしてそれがやっぱり仲間を作って、結局あれもちろんリー・サンエルとから1人か2人在日朝鮮人の出演者がいるけれども、みんな日本人がやってるわけですよね。在日朝鮮人の悩みというものをね、ですから悩みは日本に対する反発とかそういうものを、これはやっぱり勉強すべきことですよ、日本人としては。そして日本人として勉強すべきことをリー・サンエグルが書いてきたシナリオの中で見つけて、そして自分たちが夢中になって、そして自分たちが動かせる予算を全部そっちに回して、作らせたんですよね。私はこれこそ民族問題の一番いい勉強をうちの学生たちはしたんだなと。そしてそのことによって、まあ一人の才能のある若者を送り出してやったなと。私はやっぱりね、校長になってよかったと思った経験はそれが一つだな。世界が巨大な塊になっていく中であって、その部分部分がいかに自由であり得るかという問題でなんですけどね、私としてはね、映画はそのための最も重要な道具であると思ってるわけですよ。そしてお互い同士理解し合える
小さな国々がお互い同士友情を持ち合える、それによって大国の横暴に対決するところまで行かなきゃいけないと思ってるんですけどね、そのためにあの誰も見ないような映画を見て回ることになんていうか情熱を傾けてるんですけどね、まあ学校の問題とあんまり変わりがないような気がするんですけどね、なんかこう小さな集団同士の間での友情を理解を深めていく、これはやっぱりね映画ができる一番大きいことであるという気がするんですよ。非常にあの小さな国々、を結びつけるね、しかし大きい国に大きい国が世界の在り方を決めるというこの巨大な流れに対抗できるようなもんかどうか、これには全く自信がないんだけれども、だけど極力小さい国々同士のがお互いにこの友情をまあ理解し合っているから友情を持つ、そういう流れで大国をこの制止しなければいけない。そしてその意味からすると、ハリウッド映画の世界制覇の時代はもう終わりで、いろんな小さい国々の映画、あるいはそのそれこそ個人で作ってるドキュメンタリーみたいなものが、それがこう世界の共通の了解事項になっていくみたいなね、世界中で実はある平凡な人物の一人の心のちょいとした悩みみたいなものを理解することで共感の輪が広がるような、そういう映画がこれ今だってかなりある、今だってかなりあるものをこの結びつけていく仕事を我々はやってるんじゃなかろうかと思いますけどね。